皆さんこんにちは。ウルトラ情報局5月号の時間がやってきました。ナビゲーターの鈴木舞香です。よろしくお願いします。ファミリー劇場で大好評だったウルトラセブンに続いて、ついに帰ってきたウルトラマンが放送開始になります。それに合わせてセットも大変身しました。新コーナーも飛び出しちゃうよ。さあ今月もウルトラ情報盛りだくさんでいってみましょう。それでは早速5月放送予定の帰ってきたウルトラマンの紹介からです。では地球の環境汚染によって怪獣が再び姿を現した。怪獣から子供を救うために命を落とした青年郷秀樹はウルトラマンと一心同体になり、平和を脅かす者と戦うことを決意する。ウルトラマンと一心同体になったことで超人的な能力を身につけた郷は力を過信し、命令を無視して怪獣を攻撃する。その結果南隊員に怪我をさせ、怪獣も取り逃がしてしまった。霧吹山に怪獣の存在を感じる郷、しかしマットの調査でも怪獣は確認できない。ゴーと隊員たちが衝突する中、加藤隊長はたった一人で霧吹山を調査する。それを知ったゴーはバリアを張る怪獣キングザウルス3世の前にウルトラマンが敗れた。バリアを攻略するためにはジャンプ力の強化が必要だ。ゴーはキングザウルス3世を倒すために猛特訓を開始する。地底から出土した卵の化石は生きていた。怪獣ツインテールが誕生する。立ち向かうウルトラマン、しかしツインテールを追ってもう一匹の怪獣が出現した。ツインテールを餌にしているグドンだ。二大怪獣に蹂躙される東京、上層部は超高性能火薬スパイナーの使用に踏み切ろうとする。だがこれを使えば東京は壊滅してしまう。マットは危険を承知で麻酔弾による攻撃を進言した。帰ってきたウルトラマン怪獣大名鑑、今月から始まる新コーナーだよ。帰ってきたウルトラマンにゆかりの方々から登場する怪獣や宇宙人のかっこよさや秘密のエピソードを教えてもらっちゃいます。第1回目はタッコングとアーストロンの紹介です。ゴジラを改造しろと、だから角取ったらほとんどゴジラなんですよっていうのはゴジラ改造して、終わったら元へ戻して返さなきゃいけないんですよ。このゴジラ自体をもらえちゃうわけじゃないから、変えても元へ戻るようにして返さないといけないで、まあ角つけるしかないよねって感じですよね。これはもうタコですよ。タコタコの吸盤ですね吸盤だけ集めて怪獣にしようと思って、東方の造形ものすごいしっかり作ってくれてて、ここを真ん中で人が上から入るように、ここでチャック閉めるんだけど、しっかり作りすぎて開かないんですよ。開かない人が入れなかった。切開手術をして、人入れてまた塞いでみたいな。結構これね硬かったんですよ。スペシャルインタビュー。さてさて、当時のお話をたっぷり聞けちゃうお楽しみコーナー、今月のゲストはやっぱり帰ってきたウルトラマンといえばこの方ですよね。皆さんこんにちは、帰ってきたウルトラマンで郷秀樹を演じておりました段次郎です。どうぞよろしくお願いします。段さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。段さんの役郷さんは結構難しい役じゃないですか。ウルトラマンに変身するけど、一人の青年、普通の青年、そうですよね。っていうかまだ 1,2 話っていうのは僕はまだ普通の、そうですよね、もちろん青年で、そのマットっていう、まだそのモンスターアタックチームっていうところに入る前の話、まあ入って入る前ぐらいの話だったんで、だから難しいも何もとにかくまあ監督とか先輩たちから言われるままにやってただけだったですかね。それでね、一応ね、僕らのやってたその帰ってきたウルトラマンっていうのは、前にまあもちろんそのウルトラ Q とかウルトラマンがあってウルトラセブンがあっての帰ってきたウルトラマンでしょ。僕のやつは帰ってきたウルトラマンというのはとにかく一番なんかね悩みが多いヒーローなんですよ。それ悩ん、いつも悩んで、それとまあ優柔不断というか決断もちょっとまあなんかものすごい人間っぽい不思議な作品でね、例えばだから悪がいて、それで正義が
まあ、移転する何かをやっつけるって、その悪って何なんだみたいなことをいつもなんか悩んでるんですよ。例えば怪獣がもしどっかに、まあ、人ざっと離れたところにポツッともしいたとして、うんうん、そいつがもし何もしなくてもとりあえずそれはちょっと大きいものだとか、はいはい、人から見ててちょっとあいつ嫌だから気持ち悪いから何とかしてくれって言われて、うん、殺してくれって言われて、いやそれあいつ何もしないから殺していいもんなのかどうかってものすごい悩む男なんですよ、うん、だ合否できっていうのはね、はいはい、もちろんそれはイコールウルトラマンも悩んでるんですけれども、はいはいはい、だからそこになんかね、この全体を通して、ね、この帰ってきたウルトラマンというか、ただのその特撮ヒーローものじゃなくて、なんか作り手がね、本田石郎先生からもちろんそうだけど、プロデューサーから作家からが全部がもう全体像をなんかそこら辺に置いてなんか作ってたような気がしますね。もちろんものすごくこれの作品を見てくださるお客さんって幅広いんですよ。もちろんまあ 2,3 歳の子からね、上はもちろん僕らよりもまだ上の方も見てるかもしれないんですけど、この 2,3 歳の子供っていうのは変身した後に怪獣とウルトラマンが戦ってるところだけを楽しんでもいいんですよ。まあ、例えば飛行機が飛んでるとかそこら辺でも、でも大人の人たちっていうのはそこに行く前のドラマを楽しんでもらえるんでね、非常にちょっと社会派のね、なんか、うん、これ本当にこの帰ってきたウルトラマンなのと思うぐらいね、社会派っぽい、こんなのはやってたんだと思うぐらいね、カメラワークにしろ何にしろね、僕とにかく一番ガキっちょでね、まだ22でしょ、はいはいはい、それで近い人たちでもまあ20代半ば過ぎから後半ぐらい、はい、体調はもっと離れてらっしゃるし、はいはい、それと他の隊員の人はあまりある意味でその役としてもそうなんですけど、あんまり悩まないんですよ。例えば僕がいて、その岸田隊員っていうのはちょっと敵対関係にあったりとか、それ僕の兄貴分的な南隊員みたいな、それは一応僕側に立ってくれたり、まあ悩みっていうか葛藤はいろいろあるんですけど、僕ほど悩む人ってあんまりいないから、だからそれは違う意味でその役作りはこうっていうのは人に相談できるっていうことじゃなくてね、まあそれはその時その時の監督と話し合って、こういうふうにやろうか、もっとここはもうこういうふうにあのきつくこういうふうにやってくれとかっていうのは監督の指示をいただいてっていうのが良かったんですね。まあ、あの大体、まあ、作戦室なんかある時は全員が多分集合時間も同じで、帰る時間も同じなんですよね。だから例えばまあ具体的に言うと、ここら辺の近所だったら東宝とか、はい、昔の国際放映とか、例えば今ここに撮ってるスタジオとかから帰る方向がみんなある程度まで一緒で、カンパチの手前 の、まあ、喫茶店とかご飯食べるところで1時間ぐらいちょっと食事したり、はいはい、お茶を飲んだりして、そこから別れて帰るとかね、なんかものすごく和気あいあいとね、仲良かったですよみんな。さて今回からアイキャッチでウルトラシリーズのイラストを手掛けてきた梶田達治さんの作品を紹介していきます。帰ってきたウルトラマンの迫力名画をお楽しみください。もうあの頃はもう本当に夜も寝られないぐらいの忙しさでね、電話がかかってくると怖かったぐらいの仕事の量だったんですよね。それでももうなんとか楽しんで描こうと思って描いたんですよ。郷さんっていうのは、あの、普通の生活のところも結構描かれてたじゃないですか。そうですね。で、あの坂田さんっていうのが、まあ、先輩ですかね。先輩ですね。それで、そうですね、坂田さんの家で、まあ、最初ちょっと仕事をしてて、ね、車屋さんでね、それで、まあ、共通の、レーシングカーを作るとかっていう、はいはい、まあ、その坂田さんと岸田新さんが親になってた役と、はい、郷秀樹が、まあ、共通の夢があって、それに向かって一生懸命やってる、まあ、そうですね。ただ作戦室対怪獣だけじゃなくて、もう一個、まあ、あの普通の家庭っていうか普通の家族っていうのがあって、 そこでのなんかいろんな、あの話もありましたね。やっぱ岸田さんともこう仲良く、仲良くっていうか、やっぱりね、僕一番その年下であんまり何もわからないし、はいはいはい、それでまあ非常にね、物理的にやっぱり僕が一番出番とかがちょこちょこ多いので、はい、なんかでもね、一度か二度はあの岸田さんの家にあの遊びに行って、蝶のコレクションとかね、見せてもらった覚えはありますけれども。次郎くんは、次郎はね、こいつが一番芝居が上手かったですね。そうなんですか。一番自然でね、僕はだからお手本は次郎くんにしてたんですよ。本当ですか。芝居のお手本は子供だからね、やっぱ監督に言われたものがスッと入ってくるんですよ。
それそのままポンといい感じでね、あの表現できるんですよ。だから一応お手本は二郎くんで。へえ。はい。ゴーの恋人役、はい、あの坂木原さんが、ルミさん、はい、どんな方ですか？その頃からもうね、僕らは例えばあの撮影所に行くの自分で車を運転して、もちろんマネージャーとか付き人とかもちろんいなくて一人で行くんだけれども、はい、彼女はもうすでにその松竹かどっかのスターさんだったですからね。だからマネージャーさんが一人とか、まあ、ついてる方一人とか二人とかいつもいらしたのかな。だから現場にやっぱり彼女のスケジュールが忙しいから、多分彼女のやるとこだけタイトにピュッと決めてあるんですよ。だからさっと来てさっとお帰りになるっていうようなイメージがありましたね。ものすごくもちろん可愛い方でね。でもこう なんていうんですかね、ゴーの恋人があの、うん、マットの中にいなくて、そう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 、あの普通 その生活の中にいるっていうのも、うん、ウルトラマンとしては珍しいじゃないですか。うん、そうですよね、うん、ね、その後のシリーズはどういう風になってるか分かんないけど、うん、やっぱりそうですよね、うん、仕事場となんかあれっていうのは全然違うところにあってね、オフとオンみたいなところを分けてるというか、うんうん、そう、うん、なんか理想的なこう恋人っぽかったんですけど。あ、そうですか。喧嘩もするけど、いやでもね、結構ね、高め合って、ね、高め合ってたりするけど、うん、結構なんでこんなところでやきもち焼くのみたいなところ結構ちょこちょこいっぱいありましたね。もちろん焼かれた方なんでしょうけれども、はいはい、もうそれは女の子ということで、うん、っていうか、それとやっぱりね、まあ、僕やってた子22でしょ、はい、でしかもまあもちろん台本は読んだけれども、まあ、ある程度のここら辺しか浅さっていうか深さっていうか、うん、はい、ある程度しか読めなかったけど、今改めてね、本当にもうすっかり大人すぎるぐらい大人になってからじっくり見るとね、うん、ああそうか、こんな風にこういう風に思ってたんだとかね、大人になって見てからね、改めて分かるようなことはありますけどね。一応僕らの作品はとにかく怪獣が出てきたりとか、はいはい、なんかいろいろするわけだから、オールアフレコなんですよ。アフレコなんですよ、はいはいはい、だから必ず1回、例えば1週間ぐらいかけて、うん、撮って、あとインターバル2日とか3日あってからアフレコで1日、うん、ってまたスタジオに入るんですよね、はい、その時に1話2話の時は、あとはもう時間的なもの、あの制約制限と、うん、あと特撮がどん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 遅れてきたってこともあって、はい、一応さ特撮の方が早く入ってたから、はいはい、アフレコの時に、そのからあとはもちろん僕ら の、 口あの、はい、人間のとこだけを見てアフレコやってたんですけど、はい、その1、2話の時はね、もうはめ込んであって、はい、そのいわゆる怪獣が僕らの江戸の後ろとかに怪獣がガーッているのをアフレコルームで初めて見た時に歓声が上がったっていうのを覚えてますよ。おー、こんななってんだみたいなのが初めて見るわけですよ。そうですよね。比較対象の大きさとかもね、はいはいはい、もちろんあの助監督の人からこの竹竿の先に汚い布っていうのを見て、はい、この上でこっちが怪獣の目線っていうのをやってたのが、はいはい、実際にそうやってポンとねはめ込んで出てきた時っていうのはやっぱりものすごい迫力感じましたね。それはものすごく三十数年前のあんまりない記憶の中で非常に印象深く覚えてますね。それはもちろん今回初めて見る人もね、はい、さっき言ったみたいに2歳3歳からまあ5歳10歳それから僕と同じよりもっと上の人もいるし、はい、それでもちろん初めての人もいれば、はい、もう10回20回見てる人もいるんですよね。大人になってね、ものすごくインターバルがあって、子供の時多分1回見た記憶があるんだけれども、うん、今の、まあ、30年経ってもう1回見直してみるとね、やっぱり自分はもちろん実生活でいろんな意味で、まあ、成長もしてくるわけじゃないですか、はい、だからいろんな考えることも、うん、いろんな例えばその時の監督が何を言いたかったかとかね、はいはい、この物語の後ろには何という、うん、なんかもっと深い意味が隠されているというのは今ね大人になってみると、ね、ものすごく分かりやすいことがあるんですよ、うん、それももちろん楽しみだし、はい、その裏っていうのがあってね、はい、おいおいこの持っていき方ちょっと強引だろうとかっていうのがねそりゃないんじゃないのとかっていうのもまた見えるんですよ、はいはい、それはそれでねやっぱりあのこのウルトラマンのね手作りっていうかね一生懸命なんかみんなやってるねなんか楽しいのもあるんですよ。そう、まあ、そんなのがもう見つけるのも楽しいのがあるんですよ。うん、その辺も見どころになるんですね、はい、大いなる見どころですよ。はい、ありがとうございます、はい、ダンさんにとって帰ってきたウルトラマンとは。だから僕にとってその動くねアルバムみたいなもんなんですよ。その当時の三十数年前の、まあ、あの写真見ても分かるようにあんなにまだ細くても子供でね顔も何もが
だから僕にとってのだからその作品の物語ももちろん内容も素敵だしあれなんだけど、僕にとってはもう本当三十数年前の今で言えばだから子供であり孫みたいなのが本当にそこに動いてるわけですよ。だから僕にとっては本当全部がね、その周りに映ってる景色もそうだし、周りのその先輩たち、もちろん池田さんを含めて全てのその、あの隊員の人たちもその昔のまんまのがそこに残ってて動いてるんですよ。それは楽しいですよ。本当に大切な青春の1ページで、もういろんな、素晴らしい遺産財産全てをなんか僕に残してくれて、はい、こうやってね、それこそ久しぶりにこんな若いあなたともお仕事できるのもこの作品のおかげだし、でなんかまだまだ三十数年経っても、この仕事絡みで関わりがいがいろんなものが できるっていうのが僕にとってやっぱり財産ですね。はい、マユカのおすすめウルトラ商品情報。さあ、マンプレストからウルトラマンネクサスビッグサイズソフビフィギュア出現邪悪なる巨人編の紹介だよ。アンファンス、ジュネス、そしてダークメフィストの3種類がラインナップ。アンファンスとジュネスは得意の光線ポーズで登場。ダークメフィストと合わせて大激突のバトルシーンを再現しよう。続いてはバンプレストからウルトラマンネクサス光るキーホルダーだよ。ネクサスの2つのモードとダークメフィストをクリアフィギュア化。スイッチを押すとネクサスは目が黄色く、ダークメフィストはカラータイマーが赤く光ります。今度はちっちゃなアイテムだよ。ウルトラマンネクサスソフビマスコット。アンファンスとジュネスが2タイプ、そしてダークメフィストとペドレオンの全5種類が小さなソフビマスコットになりました。全部揃えて楽しく遊ぼう。教えてウルトラマン。今月から始まる新コーナーパート2、帰ってきたウルトラマンに関するみんなの質問にズバリ答えちゃうよ。それでは東京都調布市の長谷川義政くんからの質問。帰ってきたウルトラマンとウルトラマンジャックは同じウルトラマンなんですか？教えてください。ウルトラマンも名前は大事だよね。早速お答えしましょう。帰ってきたウルトラマンにはいろいろな呼び方がありました。新マンや帰りマン、ウルトラマン2世などです。でもそれではウルトラマンたちが全員集合した時に分かりにくいですよね。ウルトラマンジャック、急げ、前の出番だ。そこで映画ウルトラマンゾフィーの時にウルトラマンジャックで統一されることになったんです。ウルトラマンジャック、今度はナックル星人と用心棒のブラックキングだ。このコーナーではみんなからの質問を大募集しています。ファミリー劇場のホームページにアクセスしてね。ダンさん、今日は楽しいお話ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に、これから帰ってきたウルトラマンをご覧になる方々にメッセージをよろしくお願いします。はい、さっきお話の中にでも多分言ったと思うんですけれども、はい、大人になってもう一度例えば10年ぶりとか20年ぶりに見る方は、それはないだろうと思うような突っ込むところとか、そうか、こんな深い意味があったんだとかっていうところがいっぱいありますんで、それをぜひぜひ楽しみに見てください。はい、優しい気持ちで見てあげてくださいね。本当に今日はありがとうございました。みんなも帰ってきたウルトラマン見逃さないでね。ウルトラシリーズはファミリー劇場にて好評放送中です。ファミリー劇場のご視聴に関するお問い合わせはご覧のケーブルテレビ局までお願いします。プレゼントコーナー、ウルトラ情報局5月号で紹介した商品を抽選でプレゼントしちゃいますよ。バンプレストのウルトラマンネクサスビッグサイズソフビフィギュア出現邪悪なる巨人編をセットで3名様に、バンプレストのウルトラマンネクサス光るキーホルダーをセットで3名様に、バンプレストのウルトラマンネクサスソフビマスコットをセットで5名様に。詳しい応募方法はファミリー劇場のホームページにアクセスしてね。番組の感想なども一緒に送ってくれると嬉しいな。みんなのご応募待ってます。